大田敏夫3月20日から1942年10月21日は日本の海軍軍人。太平洋戦争における激墜用。最終階級は海軍飛行兵装長。1919年、長崎県の農家に生まれる。軍に入ってから弟の中学学費の仕送りを続ける。家族を思い、親高校の高青年であった。百三十五年、 させ保海兵団に入団。戦艦混合勤務を経て、1939年1月、第46期操縦練習生過程終了。1941年6月、12空に配属。観光に進出するが、戦闘の機会はなかった。1941年10月、台湾の台南基地に新設された、台南海軍航空隊に配属。12月8日、 海戦初日、フィリピンクラーク空軍基地攻撃に参加。大田は、第3中隊の第2小隊2番機として出撃。1942年1月29日、ボルネオ島バリクパパン基地及び白地を、大田ら2機で、上空紹介中、米陸軍第7爆撃大隊のボーイング B-17、フライングフォートレス爆撃機4機編隊と交戦。 地上に待機していた6機と共に迎撃。この戦闘で、大田は負傷した。療養後の3月3日、支え注意式6機によるチューブ、ジャワチラチャップ攻撃に参加。境正体2番機として、バリ島電波サール基地より出撃。復帰後最初の戦闘となる。1942年4月1日、台南空は、第25航空戦隊に編入され。 ニューブリテン島のラバウルに移る。16日に進出、翌日には、ラバウルの前進基地、ニューギニア島東部の雷基地に移動。大田は、ササイアツシ一中尉の二番機を任されることが多くなる。4月18日、ポートモレスビー攻撃に、第二中隊、第二小隊長として参加。ポートモレスビー飛行場上空で、小隊三機を率いて、 航空軍第75航空隊のカーチェス P-40 キティホーク9機編隊を奇襲。この戦闘で、太田は P-40 の1機を撃墜。4月29日、来基地の爆撃に来た、米陸軍第19爆撃飛行隊の B-17、フライングフォートレスを短期で1時間以上追撃し、撃墜を報告。5月26日、 ササイアツシーの二番機を務め、敵戦闘機の一機撃墜を報告。5月27日、モレスビー攻撃に、ササイ中尉の二番機として参加。戦後、坂井三郎は、大田と西沢博吉と共に台南空の三バガラスと呼ばれ、この時に三人で渋滞から離脱し、無断で、 ポートモレスビーのセブンマイル飛行場上空にて3人で3回連続編隊中帰りを行って他から遅れて帰還したという話を紹介している。しかし、戦闘行動調書によれば、堺の主張する5月27日はモレスビー上空で交戦後11時30分に前期が来に帰着しており、堺が 他の著作で主張した6月25日には太田が出撃していない。その他の日も合わせて、日本でも、連合軍でも、堺たちが別行動を取った記録はない。5月28日、モレスビー攻撃に参加。敵戦闘機2機撃墜を報告。6月16日、モレスビー攻撃に、支え注意の2番機として参加。 米陸軍第35-36戦闘飛行隊のベル P-39 エアラコブラ戦闘機を撃墜。米側記録からも、大田の子の P-39 撃墜は、ほぼ確実。1942年8月7日、米軍がダルカナル島上陸の砲を受け、急遽、上陸支援の米機動部隊の攻撃に向かうことと、 なった4空の一式陸上攻撃機27機援護の、台南空冷戦18機の、第3中隊長の2番機として、ラバウルより出撃。空母エンタープライズより発艦した、米海軍グラマニエフ4海ワイルドキャットを、三体サベル島南端上空で、支え注意と共同撃墜。これ以降、日本は、ラバウル、ガダルカナル間の往復2000キロ以上、 冷戦の狭い操縦席で往復7から8時間の過酷な飛行を伴う戦闘を余儀なくされ、一方で、米海兵隊戦闘機体が8月20日にガダルカナル飛行場に進出。同等上空の制空権を確保され、戦況は大きく変化した。9月13日、強行偵察。川口死体のガダルカナル飛行場占領が成功していれば、 そのまま着陸の任務も追っていたが、実現はしなかった。大田らは飛行場上空を高度400メートルの低空で侵入したところを F4 回28機の奇襲を受け、大田は地上の海兵隊員の眼前で、米海軍 V-5 航空隊スモーキー、ストーバー中意を激しく追撃。奇襲によって冷戦2機を撃墜後、 高度2000メートル付近に広がっていた石油に対比を測ろうとしていたストーバー注意機を大破、撃墜寸前まで追い込む。10月15日、ガダルカナル用陸戦団商会に参加。米海兵隊 VMF-121 航空隊の F4 階ワイルドキャット2機を撃墜。 最後の戦闘となる1942年10月21日、ガダルカナル飛行場爆撃の三沢空の立交12機連合の、冷戦13機、指揮官の王の竹孔中尉の2番機として、午前5時40分、ラバウル飛行場を離陸。9時15分、先行した第一小隊3機は、迎撃に上がっていた、米海兵隊。 第212航空隊の F4 回17機とガダルカナル島6000メートル上空で交戦。大田は、テックスハミルトン順位を、急上昇しつつの激しい左急旋回から一撃で、撃墜。しかしその間、2番機ハミルトン機の護衛に入っていた1番機、フランク・デュルーリー中尉が、サッチウィーブで、大田機の後髪型に回り込み、一連射を行う。 デュルーリー中尉の解雇によると、機銃が命中した瞬間、大滝は大きな煙を発し、白煙の立ち込める風防内で、大滝の飛行帽が後方に吹き飛ぶのが、はっきりと見えたという。一方、ハミルトン・ジュミーは、大滝の射撃を受け、木から脱出したが、落下山降下中に、すでにぐったりとしており、ガダルカナルトジャングルに着地も、そのまま戦死。そして、 それを追うかのごとく、大滝は黒煙を引きながら、下方のガダルカナル島に落ちていったという。この戦闘で、立候球機は、爆撃に成功後、全機ラバウルに帰島。大滝の身が未帰還となった。王の注意は大滝が、自分の身代わりになったのかもしれないと感じたという。ラバウル方面での出撃回数は61回、衝撃追記数34機が、全軍復告された。 未期間となった最後の出撃における撃墜を含めると36機に、上る。ありがとうございます。